はい、どうも皆さんこんばんは。 WD23 スタジオでございます。今回もですね、皆さんマンダロリアンについてお話ししていきたいなと思います。今回マンダロリアンのチャプター14となっておりまして、前回ねチャプター13についてお話ししたんですけども、今回は14というわけで、そちらのネタバレも含みますので皆さんご注意ください。さて、そのマンダロリアンチャプター14になるんですけども、今回も非常に熱い展開でしたね。かなりスターウォーズファンならもう湧き上がる大興奮の展開だったんではないでしょうか。前回チャプター13の話にはなるんですけども、なんとあのジェダイアソーカタノがですね登場いたしまして、クローンウォーズではねアソーカタノアニメーションで登場していたんですけど、今回実写での初登場というわけで、こちらも非常に大興奮の展開でありました。アソーカタノはね結構ファンが多いので、この実写化して非常にかっこよかったですね。白いライトセーバー2頭ね撃って、敵をねガンガン投げ倒してきたわけですけども、あとはですねザ・チャイルドっていうねこちらのキャラクターになるんですが、こちらのキャラクターがグローグっていう名前っていうことが明らかになりまして、このグローグはね、まあ、本当はアソーカタノが、まあ、修行して魔法装をね使えるようにしようかという話だったんですけども、まあ、修行はできないというわけで、マンダロリアンとそしてザ・チャイルドの方はタイソン星にあるジェダイ聖堂へ行くというね任務に就くような形になったわけです。そしてこちらのチャプター14に続くわけなんですけども、今回ねいろいろ本当にまた見どころがたくさんありまして、まず最初に出てきたのがミンナウェインってねムーランの声優だったり、あとはエージェントオブシールドのおなじみの女優さんなんですけども、そのミンナウェインが演じる殺し屋フェネック・シャンドが冒頭で再登場したわけですね。こちらシーズン1で登場したキャラクターになるんですけども、もう亡くなったかのような描写だったので、こちらで再登場した時には非常に驚きました。そしてマンダロリアンとザ・チャイルドはですね、タイソンにあるジェダイ聖堂、そしてその山頂へ向かっていくわけです。グローグのことはね山頂の石の上に置くと、まあ最初はこう遊んでいたわけなんですけども、ここからホースによって、まあ、導きを受けてるんですかね、まあなんかこうすごいよ、周りにオーラホースの方が、まとっていて、もう全然近づくこともそして声をかけても反応することができないような、状態になってしまいました。そこでこうなんか宇宙船でねファーンと飛んできて登場したのが、なんとトゥインでね前手に入れたアーマーを狙うあいつですよ。私すごいびっくりしました。見た目とか姿がもう全然変わっちゃってるんですね。なんとジャンゴヘッドを演じたサムエラ・モリソンが演じるボバヘッドが登場いたしました。なんとね、ボバヘッドが来るかと。いや、びっくりしました。まあ、もともとね、アーマー着てはいないんですけども、こちらのアーマーを脱いだ後ね、もう、マントとかを着てて、そして顔もね、傷だらけになっているボバヘッドが登場したんですね。そして、まあ、フェネックをね、連れて、まあ、来たわけなんですが、このボバヘッドは、そのアーマーをね、欲しいというわけで、奪いに来たわけなんですね。ただしかしそこに帝国軍が登場いたします。その帝国軍が登場することで、まあ、マンダロリアンはもうザ・チャイルドの方に行って、帝国軍対そしてフェネックボバヘッドの戦いになりました。グローグに関してはもうホースで全く反応がなくって、むしろねもう弾き出しちゃうぐらいの力を持っておりました。そしてマンダロリアンも戦いに加わって、フェネックとマンダロリアンがピンチになります。ボバヘッドのこの武器が非常にかっこいいんですね。なんでしょう、この銅っぽいなんか金属っぽい棒で戦うんですけども、その時の音がすごいいい音するんですよ。トルパ兵のアーマーをぶち破るぐらいの勢いのある、ボバヘッドでありました。マンドはですね、一緒にフェネックとボバヘッドの戦いに加わります。ただですね、フェネックとマンダロリアン非常にピンチな状態になってしまいます。その時登場するのが、なんとマンダロリアンのアーマーを着たボバヘッドが登場します。まさにね、昔のアーマーを着たボバヘッドが登場します。姿形こそね、まあボロボロではあるんですけども、よう来たかっていう感じですね。まあこのボバヘッドも非常に人気のあるキャラクターで、やっぱりこう印象が強いんですよね。あのプリクエルとかシークエルでもやっぱりこう出てきたキャラクターではあるので、かなり印象深いキャラクターにはなりますが、いやまた登場しましたね。そしてそのボバヘッドはね、マンダロリアンのアーマーを着て戦うわけですね。まあ敵のトルパー正体をですね、倒します。しかしトルパーの正体を倒すんですけども、クルーザーからの一撃でなんと
マンドーの宇宙船レイザークレストが破壊されてしまいました。その後クルーザーからダークドロイドが降りてきて、そのダークドロイド4体によってグローブが奪われてしまいました。マンドーはモフギデオンのねクルーザーを見つけるため帝国軍の狙撃手メインフェールドを探しにネバーラへと戻ります。その頃クルーザーではグローグがフォースを使って抵抗しているんですけども、力尽きてしまって拘束されてしまいます。最後はシーズン1シーズン2でね登場しておりますが、ダークセイバーを握るモフギデオンで終わります。このダークセイバーとグローグの間に以前何があったのか非常に気になるところではあるんですけども、このダークセイバーというのがもともと最初のマンダロリアンターウィズラーの手によって、まあ、作られたものになるわけなんです。なのでこのマンダロリアンとそしてこのグローグ、何かしらのこう争いだったりとかつながりがあったのではないかなという予想ができるわけなんですね。まあ、そういったところからこのダークセイバーそしてグローグ、さらにはマンダロリアン、この三者のつながりというものが非常に気になるところであります。おそらく今後ねその辺に関しては作品で言及されるのではないかなと思います。そして今回監督はこのマンダロリアンのドラマシリーズ制作総指揮を務めておりますジョン・ファブローさんが監督と務めておりました。まあ、今回の制作総指揮はね前回監督だったデイブ・フィローニさんも一緒に制作総指揮を行っておりましたので、まさにねマンダロリアンの作品の集大成と向かっているようなそういう雰囲気でした。あとはねこの15、16でチャプターの方は終わりで、まあ、このマンダロリアンシーズン2は幕を閉じてしまうわけなんですけども、まあ、今後ねどういう展開になるのか、そしてこのシーズン2はどういう風に終わるのかで、ね、今後ねシーズン3があるのかどうかとかいろいろね、妄想してしまいますが、いろいろディズニープラスでもね短編準備しているようなのでその辺もね楽しみですね。それではですね今回チャプター14に関して皆さんとねちょっとこう楽しみを共有したいなと思いまして、このような動画を作らせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。もしねいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではですねまた次の作品でお会いいたしましょう。メイザフォースビーウィズユー、フォースとともにあらんこと